この物語はフィクションである。作中のいかなる人物以上のことに確かに受けたまわった。今世界は定め何時トリック。すぐに始末しろ。よし、逃走開始だ。行くしかない。慌てないで、今なら逃げられる。アタッシュケースはこっちで回収しとくわ。とにかくこっちのことは心配無用だ。逃げ切るこ。それにしてもさっき大勢の客の上であいつ姿を晒したのはうまい労働だった。さすがはチョーカーだ。疲れじゃこうはいかないね。意識がいい。あそこだ。ジョーカーに集まって、みんな持ち合う場所を分かってる。大丈夫。とにかく逃げて。
よし。ようやくお別れできます。ジョーカー、そいつ、妙な反応の正体。仮を作ったままの自分とは今日でお別れです。行きますよ先輩。敵反応減ってるけど、あいつは一緒に戦うの、今度は私が先輩を助ける番です。さあ、この野郎、ヘルソナ、いただいていく。これで全部ですかね。なんかもうよくわかんないけど、無事ってことでいいんだ。ってまずい、そっちに追ってきてる。すぐ逃げて。行ってください。その方が見つかりにくいですし、回答としてまだやることがあるんですよね。なら止めません。回答団じゃない私が口出しできることじゃありませんから。けど前に言った約束忘れないでくださいね。てかジョーカー、早く逃げて。よし行くぞ。一匹じゃない、見つけて殺せ。どうしたの？そこが出口のはずだよ。これはそういうことか。あの騒ぎじゃ下の階はほら全部塞がってるわね。ねえ、行ける？あそこだ。逃げ場はないぞ。じゃあな。かっこいいのにしてくれるね。もちろんなんだから、ったく。取り付けしろ。
叩こう。子供とはな、恨むなら仲間を恨め。お前は売られたんだ。容疑者現人、現行犯逮捕。薬が効きすぎたか。起こせ。寝るな。まだわからないのか。無駄なんだよ。素直になれ。それとも、お注射もう一本行くか？あ？カメラが気になるか？まさか可視化法なのに期待してるのか？察しの悪いガキだ。犯罪者を守る法なんて、ここにはないんだよ！異謀に脅迫、名誉毀損、狂気準備集合罪。本当は殺しもだろう？フルコースだな。これだけやった主犯がこんなガキとは。しかも随分楽しそうだったな。え？図に乗るなよ。ここに名前を書け。お前名義の自白調書だ。無事に出られるなんて思うなよ。嫌ってほど分からせてやる。やったことには責任がつきまとうってことをな。失礼。この先は地検特捜部の新島です。検察、何の用です？いいから通して。緊急です。被疑者にどうしても確かめたいことが。新島さん、もうあんたに指揮権はないはずだ。それに新島さえ検事ですか。たった今お宅の部長さんから電話があった。さっさと済ませてくれ。正直迷惑なんだよ。やれやれ、大器を言い渡したはずだがな。
責任者の私が尋問も許可されないんですか。そう言われちゃかなわんから電話をしてやった。自分で確かめるまで納得できません。これは私の仕事です。健闘を祈るよ。あまり期待はしてないがね。ああ、ケンジさん、大事なことを言い忘れた。時間を切らせてもらうよ。長話は許可できない。あんたのためだよ。何しろ奴の手口は不明なんだ。会って話すだけでも安全とは言えない。わかりました。君だったとはね。もう一度、今度は私の質問に答えてもらうわ。あの連中、聞こえてる？いろいろあったようね。きっとここでは何でも起きるわ。私じゃ止められない。だから正直に答えて。それに私も時間がないの。目的は何だったの？なぜこんな大事件を引き起こしたの？私は最初からいたずらだとは思ってなかったわ。でも立件には持ち込めなかった。手口が分からなかったから。そうね、あんな世界、報告を読んだぐらいじゃ到底納得できない。まともに喋れるよね。君はいつどこであの世界のことを知ったの？他人の心なんて一体どうやったら盗めるの？さあ話しなさい、すべてをね。あなたは囚われ、あらかじめ未来を閉ざされた運命の囚われ。これは極めて理不尽なゲーム。勝機はほぼないに等しい。しかしこの声が届いているということは、まだ可能性は残っているはず。お願いです、このゲームに打ち勝ち、世界を救って。逆転の鍵は絆の記憶、仲間と掴んだ起死回生の真実。全ては半年前、ゲームが始まったあの日。どうか思い出して、あなたと世界の未来の。本日はご利用いただきまして誠にありがとうございました。まもなく渋谷終点です。地下鉄線ご利用のお客様はお乗り換えです。 Thank you for using this line. このガキ、訴えてやる。本当？暴走とか。本当だって。いきなり人間が？冗談でしょ。あんた本当にオカルト話好きだよね。Thank you.
感じはしてるんですけれども。みたいだな。そうだ、さくらさんってこの時間は店にいるんだった。でもルブランは裏路地だし、他の配送が先かな。この近くの荷物は、乗せたまんま逆走ですからね。これじゃ市民は安心して暮らせませんよ。怖えな。どうなってんのかしら。この前もあったじゃない。ねえ、たては真珠の養殖に使う貝の名前と。あ、そうか、今日って言ってたな。ごちそうさん、お代置いとくよ。毎度。この店は裏路地だし、車突っ込んだりはしなさそうだね。突っ込む？いや、変な暴走事故続いてるじゃない。この辺でも起きなきゃいいなってね。興味ないな。また来るよ。Thank you.
コーヒー一杯で4時間かよ。お前が。ふん。桜宗次郎だ。1年間お前を預かることになってる。どんな悪ガキが来るかと思ったら、お前がね。聞いてるか。うちの客とお前の親が知り合いで。まあいいか。ついてこい。お前の部屋だ。寝床のシーツくらいはくれてやるよ。ん？何か言いたそうだな。あとは自分で片付けろ。店閉めたら俺は引き上げる。夜は一人になるが、悪さすんなよ。騒いだら放り出すぞ。さてと、一応事情は聞いてるよ。確か男に言い寄られてる女をかばったら、男が怪我して訴えられただっけか。大人相手に余計なことをするからだ。怪我させたのは事実なんだろ。ね、前歴がついたお前はバレて地元の高校を退学処分。裁判所の指導で転校転居を迫られ、両親もそれを承諾と。要は厄介払いされてここへ来たわけだ。余計なことは言うなよ。これでも客商売だからな。向こう1年はおとなしく暮らせ。何も起こさなきゃ観察も解ける。お前な、保護観察期間だよ。来年の春までだったよな。だから1年の約束なんだろ。問題起こせば少年院送りだぞ。明日囚人に行くからな。囚人学園高校、てめえで通う学校だろうがよ。先生方に挨拶参りだ。おめえみたいなのが編入できるとこそうそうねえんだからな。せっかくの日曜だってのによ。ああ、届いたお前の荷物置いといたからな。バタバタしてると思ったら、本当に掃除してたのか。ちょっとはマシになったな。まあ自分の部屋なんだし、当たり前のことなんだけどな。どうせやることねえだろ。さっさと寝ちまえよ。俺も店を閉めて上がるからよ。夜更かしして体調崩しても面倒見ねえからな。
てやる。俺の犬だ。相手にもされないだろう。やめて。誰か通報しやがった。車に乗れ。お前らのような無能な連中は黙って俺の舵取りに従え。おい、何見てんだ。向こうに行け。見せもんじゃねえんだ。伏せろガキ。見ろ、お前がトロイからだ。車に乗れ。ようこそ私のベルベットルームへ。気づいたようだな、囚人。現実のあなたは今は睡眠中。これは夢としての体験に過ぎません。主の御前だ。姿勢を正せ。ようこそ。お初にお目にかかる。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。何かの形で契約を結んだ者のみが訪れる部屋。私は主を務めているイゴール。覚えてくれたまえ。お前を呼び出したのは他でもない、お前の命にも関わる大切な話をするためだ。しかしこれは驚いた。この部屋のありようはお前自身の心のありよう。よもや牢獄が立ち現れるとは。お前はまさしく運命の囚われ。近い将来その身に破滅が待ち受けているに相違ない。文字通り全ての終わりのことだ。しかし抗う術がないわけではない。更生するのだ。自由への更生。それがお前が破滅を回避する唯一の道。
世界の歪みに挑む覚悟はあるかね。断らなかったな。結構それで十分だ。お前の後世の軌跡拝見させてもらうとしよう。ああ、紹介が遅れてしまったな。右がカロリーヌ、左がジュスティーヌ、共に監修を務めている。せいぜい無駄にあがくがいい。監視とは元来囚人を守る職務、私たちもまた協力者です。ただしあなたが従順なら。この者らの役割についてはいずれの機会でいいだろう。さて、夜も更けてきたようだ。時期刻限、ここのことは少しずつ理解してくれればいい。いずれまた会うことになるだろうからね。さあ時間だ。おとなしく眠りに戻るがいい。ちゃんと起きてるみたいだな。んじゃ、転校の挨拶しに行くか。お前の行く学校があるのは都内の青山ってとこだ。ここから電車で行くと結構かかるし、乗り換えもめんどくせえし、今日は特別に俺の車で連れてってやるよ。ったく、俺の車に男を乗せる座席はねえんだがな。頼むからおとなしくしとけよ。お前がどうなろうと知ったこっちゃねえけどよ、俺に迷惑だけはかけるな。改めて伝えておくが、問題を起こせば即退学処分だ。正直君のような人間を受け入れるか迷ったんだが、まあいろいろと都合があってな。地元じゃ隠れていろいろやれたのかもしれないが、ここではおとなしくしてもらう。うちを追い出されたら行く場所はないぞ。肝に銘じておけ。こちらが担任の川上先生だ。川上貞代です。これ学生証。校則よく読んでおきなさい。それから君が問題を起こしても私は一切かばえません。そういう約束ですよね、校長先生。うん、全ては彼の責任だ。でも本当にどうして私が。他に適任がいたはずですけど。急な転校でね。あ、説明終わったならもういいですかね。店開けてきてるもんで。さくらさん、注意して見ていてくださいよ。外でトラブル起こさないように。ま、自分がどんな立場かはきつく言って聞かせますよ。明日登校したら職員室に来なさい。完全に厄介者だな、お前。前があるってな、ああいうことだ。住む場所が変わったって、やったことはなくならないってこった。というか、今度退学になったらうちからも追い出すぞ。しかし
学校ってな、今も昔も変わり映えしねえな。帰るぞ。大変ですね。前歴者を押し付けられるなんて。男の先生の方が適任ですよ。なんであんなの編入させたんですかね。さあ、校長のご判断ですから。学園の実績のためって聞きましたけど。実績なら私のバレー部が十分貢献してると思いますがね。本当ですよ。気をつけてくださいね。もっともあんな生徒、何かあったら追い出しますがね。いっそ不登校で来ないでくれたらなんて考えちゃいますよ。まあ教師の言うべきことじゃないですが。では私は練習に戻らないと。大会近いですもんね。周りの期待が大きすぎるってのも考えものですよ。陸上部の分まで頑張らないと。まあそうですね。なんで私のクラスなの。全然すまねえ。明日から電車に乗って行けよ。どうだった、学校やってけそうか。状況分かってんのかね。しかし一度退学食らったのに他へ入り直すとはな。どうせ誰も親身に構っちゃくれないのに。学校であの調子じゃこの先俺もなんか言われちまうかもしれねえな。めんどくせえの預かっちまったぜ。頼まれてなんとなく承諾しちまったんだよな。金だってもらっちまってたし。繰り返しお伝えします。地下鉄ホームで起きた脱線事故の影響で周辺ダイヤに大幅な遅れが。また事故かよ。混んでんのそれのせいか。多いな最近。そういや先月に大きな交通事故があったな。お前がこっち来る前の話。亡くなった後15歳だったっけか。親御さんさぞかし。この事故に伴い渋谷駅周辺に交通規制が敷かれ、渋滞に拍車がかかることが予想されます。勘弁してくれよ。まもなく1番線に下り方面行き普通電車が参ります。黄色い線の下がっておきます。おい、どうなってんだよ。車両異常を確認中です。入構確認まだです。これは事故直後の映像です。警察によると運転士は負傷したものの命に別状はなく、調べに対しなぜ過剰にスピードを出したのか自分でもわからないなどと答えており、詳しい動機の解明が急がれます。運転事故というより会社と国の罪だな。現場係は線路と ATC の劣化を半年も前に報告していたそうだ。それを会社が隠蔽、国交省も故意に見逃した節がある。隠し通せんよ。大臣の進退まで行くだろう。そこで今日の特集です。今回の脱線事故も含め最近動機不明の不自然な事件が相次ぎ、
各地で市民に不安が広がっています。一体何が彼らを駆り立て豹変させるのでしょうか。 SNN ではつながりがあるとでも言いたそうだな。まあいい。どうだ、久しぶりに一杯付き合わんか。すみません、仕事で先約が。失礼します。呼びました？事件ですか？まだよ、意見を聞きたいだけ。まあ、あなたの見立ては大抵当たりですよね。話、寿司屋にしましょうよ。遅くに子供こき使ってるわけだし。回るやつね。やれやれ、あんなに渋滞するとはな。ひどい目にあったぜ。今日は店どうするかな。ない。上がれ。私ひでえ事故だな。80人も巻き込んだのかよ。日記帳だ、つけとけ。保護観察中だって。別に行動に特別な制限はない。法律守れってこと以外はな。ただし俺には報告の義務がある。よ、どうした？今から出るよ。大丈夫だって、すぐ行くからさ。じゃあ後でな。じゃあ帰るわ。閉めとくから後は好きにしろ。ああ、店の中荒らすなよ。何かなくなったら突き出すからな。明日から学校だ。さっさと寝ろよ。
やるか。学校行く気はあるらしいな。まあ、飯くらいくれてやる。客が来る前に済ませろよ。なんだその顔は。そろそろ行った方がいいだろ。そりゃどうも。さっさと行け。迷うと遅刻するぞ。ああ、外の札オープンに変えといてくれ。忘れんなよ。とっとと行け。迷うと遅刻するぞ、田舎者。
まいったな。雨なんて言ってたっけ？ん？降ってんの？急にだよ。春先はこれだから。そういや、傘持ってったのか？何？誰の話？まあ、別に。ご注文は？ブレンドちょうだい。昨日の地下鉄事故の影響を受け、現在も各線で大幅なダイヤの乱れが続いています。最近物騒な事故が続くよね。ほら、そのニュースで言ってる地下鉄の事故さ、同僚が巻き込まれて入院しちまってね。っていうかちょっと不気味だよね。事故や事件を起こした人、なんか突然おかしくなったらしいじゃない。取り調べ中にぶっ倒れて廃人になった人もいるとかってさ。へえ。おはよう。学校まで送ろうか。遅刻するぞ。ありがとうございます。おっと、君もか。ああ。くそ、変態教師が。変態教師。うんだよ。鴨志田にチクる気か。は？今の車だよ。鴨志田だったろ。つき放題しやがって。お城の王様かよ。そう思わねえか。いや、だから。つうかよ、鴨志田知らねえとかマジで言ってっか。お前囚人だよな。は？他にねえだろこの制服。2年か。タメかよ。見ねえ顔だな。もしかして転校生か。じゃあ知らねえわけだ。大した雨じゃねえだろ。遅刻すんぞ。どまいて。帰りて。
あの日大きな地下鉄事故があったわね。覚えてるでしょ？巷で精神暴走事件なんて呼ばれてる騒ぎ、知ってるわね。他人事って口ぶりね。ニュースでも取り上げられたし、犠牲者には君の高校の保護者もいた。耳に入ってきたはずよ。あの日君はまだ単なる学生だったの。質問を変えましょう。都内じゃどこにでもある平凡な進学校、そのはずだった。あの頃一体何があったの？正直に全てを話しなさい。間違えてねえよな。やっぱ合ってるよな。どうなってんだ。中入って聞くしかねえか。おかしいな、学校が。いや、学校のはず。県外？どこ来ちまったんだ。看板、学校のだったよな。だろ？お前も見たよな。ビビらせんなよ。誰だお前、生徒なのか？つーか、かっこすげえな。鎧本物か？黙ってねえで何とか言えよ、お前。おい、なんだよ。だから俺もわかんねえよ。こいつらやべえ。落ち着けって。タイム、逃げるぞ。グズグズすんな。くそ、なんなんだよこいつら。いった、俺んだろうが。何してくれんだよ。なあ、連れて行け。大丈夫か？知るか、俺も目覚ましたばっかだ。どうやら夢ってわけじゃねえようだな。くっそ、何なんだこれ。
おい出しやがれ、誰かいんだろ。くそ、どこだここ、なんかのセットか。なんだ今の。おい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 、なんかヤバくねえか。おいおい、処刑が決まった。罪状は不法侵入である。よって死刑に処す。はあ、俺様の城で勝っては許されない。え、まさか鴨志田か。ただのコソ泥と思ったら坂本、貴様だったとはな。また逆らうつもりか。貴様ちっとも反省してないな。え、一人じゃどうにもならんと今度は仲間を引き連れてきたのか。お前ふざけんなよ。王に向かってその口の利き方は何だ。貴様自分の立場が分かってないようだな。我が城に忍び込んだ挙句、王である俺様に悪態をついた罪、死をもって償ってもらうとしよう。処刑だ、連れ出せ。やめろ。くそ、付き合ってられっか。逃げんぞ。いったいいから逃げろ、こいつらマジだぞ。ほう、貴様逃げるのか。随分薄情な仲間だな。仲間じゃねえ。ほら早く行け。どうした、おじけづいて逃げられないか。取るに足らない小虫が。俺様はこいつの処刑に集中するとしよう。そうね、クズだ、ゴミにしねえ。さっきまでの威勢はどうした。こんなゲロ殴る価値もない。今殺してやる。ん？お前、俺様が誰かわからないのか？腹立たしい目をしよって。抑えてろ。あいつを殺したらすぐに殺す。やめろ。死にたくねえ。これは極めて理不尽なゲーム。勝機はほぼないに等しい。しかし、この声が届いているということは、まだ可能性は残っているはず。どうした？見ているだけか。我が身大事さに見殺しか。このままでは本当に死ぬぞ。それとも、あれは間違っていたのか。よかろう、カーブ、聞き届けたり。
約だ。我らの主、汝は我ら。己が信じた正義のためにあまねく冒涜を顧みぬ者よ。その怒り、我が名と共に解き放て。たとえ地獄に繋がれようと、すべてを己で見定める強き意志の力を。殺せ。なんだと。そんなに殺されたいか。いいだろう。とにかく逃げんぞ。先に行け。ほら、おのれ、賊めだ。おい、絶対に逃がすな。ふざけるな。ああ、よっしゃ。マジか。
おいおい、こんなとこ渡れんのか。つっても他に行けるとこもないか。よっ、もっと。お前ら城の兵士じゃねえな。こっから出してくれ。ほら、そこに鍵あるだろ。外出てえのはこっちなんだよ。てかお前どう見たって敵だろ。捕まってんのに敵なわけないだろ。助けてくれよ。頼む、助けてくれって。もう来やがった。県外だ。外と連絡つかねえのかよ。一体どっから出れんだよ。おいお前ら、出口が知りたいのか。出してくれれば案内するぞ。我が輩に二言はない。どうも調子いいなこいつ。二人だけで出られるってんなら好きにしろよ。どうするよ。マジなんだろうな。早くしないと捕まるぞ。仕方ねえ。シャバの空気はうまいぜ。出口はどこなんだよ、化け猫。猫って言うな。我が輩はモルガナだ。うっせ、早くしろ。また閉じ込めんぞ。分かってるよ。ついてこい。静かにだぞ。もう4限じゃない。さくらさんは家出たって言ってるし、警察に連絡した方が。あ、いや、そんなの余計面倒なことになるし。ほんと厄介なこと押し付けられちゃったな。じゃあね、ついて行ってみっか。何やってんだ。決まってるだろ、橋を下ろすんだよ。クセッケのお前、金髪より飲み込みが早そうだ。ちょっとこの像を調べてみろ。口のところだ。
そんなわかるかよ。け、うわあ、うわあ、やべ、来た。とんだ素人め、じっとしてろ。おいお前、戦えるんだろ、やるぞ。来い。お前もそれ出んのかよ。速やかに黙らせてやる。シャドウめ、迎撃態勢に入りやがったな。我が輩たちを殺すために本気を出してきたってことだぜ。支援してやるから死ぬ気で戦え。行くぞ。来い、いただいていく。やっぱり素人だな。戦いってのはこうやるんだよ。ゴー。痛いよ。弱点に攻撃して敵をこかす。基本ほら、さっさと突破するぞ。行くぞ。力が湧いてくる。その力で目的達成だ。お？よし、いいか。ちょっと待った。これ、こいつの格好どっかで見た気が。頭がパニックって出てこねえ。行くぞ。待てって。何なんだ、早くしろ。こいつら確か他人の心配してる状況かよ。それにそいつらは見つけたぞ。言わんこっちゃねえ。ブレないやつで助かるぜ。あっちもやる気みてえだな。やった、奪え。ペルソナいただいていく。来る前に逃げる。待てって、こいつらこんままじゃ。お前本当に何も分かってないんだな。いや、説明してる暇はないか。おい、我が輩は行くぞ。ついてこないなら好きにしな。分かったよ、ちくしょう。着いたぞ。やっとか、助かった。あかね、てめえ騙しやがったのか。慌てんな、こっちだ。ま、待てよ。おい、
どっから出んだ。窓もねえぞ。これだから素人は。こんなの基本中の基本だぞ。その通り。お前やはり筋がいいな。なるほど。ってことはあのハマってる網を。せーの。あっ。えっ。やべ。敵に聞こえてねえよな。やっとだぜマジ。喜ぶのは出てからにしておけ。さあ行けよ。行けよって。お前は。我が輩はまだやることがあるからな。ここでお別れだ。ふっ、律儀なやつだな。気をつけていけよ。あいつら使えそうだな。我が輩の見立てが確かなら、あのクセッケの方は特にな。俺らどうなった？ホームに帰還しました。お疲れ様でした。あ、帰還しました。逃げ切れたってことか。もう何が何だかよ。何だったんだよあれ。城とか鴨志田とか妙な猫とかどうなってんだよ。でかい声だな。お前ら囚人の生徒か。サボりか。あ、違うって。学校行こうとしたら変な城で。なんだ。おい、カバン出せ。おかしなもんやってないだろうな。なんでそうなんだよ。君は友達か。だったら学校に行きたまえ。彼を連れてね。だから俺だってわけわかんねえんだって。囚人の前なら通ってきたよ。おかしなところはなかった。それ以上デタラメを言う気なら学校に連絡するぞ。お前からもなんか言えよ。いや、そうじゃねえだろ。待てよ。マジかこいつ。行きゃいいんだろ。国交省が辞任表明。これで新島さえ。そういえば彼女、今は泳がせておくか。マジかよ。同じ道来たはずだろう。どうなってやがんだ。どうなってんだはこっちのセリフだ。歩道の連絡あったぞ。あの警官結局作ったんかよ。お前が一人じゃないとは珍しいな。こんな時間までどこほっつけ歩いてた。城。まともに答える気ないわけか。城がどうしたって。鴨志田。のんきだな坂本。陸上の朝練やってたこととは大違いだ。うっせえてめえが。鴨志田先生になんて口聞いてんだ。お前な、もう後ないんだぞ。向こうが煽ってきたんだろうが。本当に退学になりたいのか。とにかく事情聞くからな。来い。はあ、ふざけんな。私も配慮が足りませんでしたし、ここは寮生媒ってことで。え、いや、まあ鴨志田先生がおっしゃるなら。とにかく来なさい。大遅刻は事実だ。わかったよ。ところで例の転校生ってのはお前だな。
どこかで会ったか。そうか、思い出したぞ。まあ今日だけは多めに見てやる。校長から聞いていると思うが、問題を起こしたら退学だからな。まあいい、早く職員室へ行け。川上先生も待ちくたびれてるだろう。新しい学校生活せいぜい楽しめよ。学校が古城に？喋る猫？まさか過剰投与で幻覚が見えてるの？ふざけてるなら承知しないわよ。話を進めさせてもらうわ。怪盗からの予告状が届いた相手は学校 OB の五輪メダリスト、体育顧問の鴨志田卓。確かに鴨志田のしたことは欲に溺れた許されざる犯罪だった。自供の裏も取れたわ。でも転入したての君には因縁なんてなかったはず。なぜ狙ったの？それは通らないわね。もう一度よく思い出しなさい。やるか。君ね、初日から半日遅刻って説明してくれる？道に迷ったなんて時間？もう昼休みよ。まあ慣れてないのは本当でしょうけど。お、ちゃんとしてよ。昨日念押されたでしょ。というかさ、あの坂本くんと一緒にいて補導されたって聞いたんだけど。関わらないでよ。問題児なんだから。彼も部活で陸上に打ち込んでた頃はああじゃなかったのに。まあいいわ。休み時間もうすぐ終わりだし、地下鉄事故の影響で今日は5時間目までだから、授業の前に自己紹介してもらいます。ついてきなさい。ところで自己紹介のことだけど、嘘でもいいから真面目にね。もしかしてあの人？いきなり大遅刻とか
やっぱやばい。普通に見えるけど。目合わすと殴られるかもよ。静かに。転入生を紹介します。今日はその体調不良ということで午後から出席してもらいました。じゃあみんなに一言お願い。おとなしそうだけど切れたら。だって障害でしょ。その席はね、あそこね、空いてるとこ。悪いんだけど近くの人、今日は教科書見せてあげて。最悪。嘘。見た？知り合いなのかな、あの二人。転校前から手出してたってこと？それ鴨志田先生と二股じゃん。もうさ、さすが高牧さんだよね。つーか、あの空間やばいよね。あ、そうだ、あさって球技大会だったんだ。クラス変わったばかりだから進行を深めてね。さーて、じゃあ授業を始めますか。日直起立。どうしたの？はあ、ちょっと君大丈夫？あと、もう噂になってるみたいだけど、言ったの私じゃないから。ほんと勘弁してほしいわ。なんで私がこんな目に。寄り道しないでまっすぐ帰りなさい。さくらさん、怒ってたわよ。ああ、あと坂本くん、あのことはかか噂をすれば。何の用？今日補導されたんですって？うるせえな、何でもねえよ。頭も黒くしてこないし。すんませんっす、屋上で待ってる。はあ、見たでしょ、関わらないでよ。なんであんな生徒を編入させたんです？早速坂本とつるんでましたよ。これじゃいくら私が学園に貢献しても意味がないというものですよ。そうおっしゃらずに。この学園は鴨志田君頼み、あなたはうちの花です。ただ花の裏で地道な積み上げも必要なんですよ。校長も辛労が絶えませんな。そういうことでしたら結構。これからもご期待には応えてみせますよ。悪かったな、呼び出して。どうせ川上に言われてんだろう、俺に関わるなとかさ。やっぱりな。けどお互い様だな。聞いたぜ、前歴あんだって噂になってるよ。道理で肝が太えわけだぜ。あれ、何だったんだ、城で殺されそうになったやつ。夢じゃねえよな。お前もだよな。まあ一緒だからってなんだって話だけどよ。つか夢とはいえ鴨志田から助けてくれたよな。とりあえず礼言っとくわ。
けど、あそこで見たかもしだ。お前は知らないだろうが、野郎には噂があんだよ。そう、ガタイのいいもじゃもじゃ頭、城で奪ってやがったやつだよ。バレー部の顧問だが、元メダリストで、部も全国行ってっから誰も何も言えねえ。あの城の鴨志田が王様とか、そこが妙にリアルっつうか。ああ、夢だ夢、夢に決まってろ。付き合わせて悪かったな。話は終わりだけど、俺ら似たもん同士かもな。問題児同士気合いそうだぜ。俺坂本龍二な、見かけたら声かけっから仕方すんなよ。じゃあな。やるか。から連絡あったぞ。初日から半日もサボったって。朝ちゃんと起きたと思ったらこれだ。とにかくおとなしくしてろ。何かあったら人生終わっちまうんだ。保護観察って意味分かってるか。ならいい。おう、どうした。なあ、店閉めたとこだ。ちゃんと30分で行くってば。何ぼーっとしてんだ。さっさと上がって、ああ早く寝ろ。違うって、男だよ。バイトを雇っただけだって。鍵かけて、それと電気消しとけ。忘れんなよ。ああ、今出るからな。だからただのバイトだってば。やるか。主よりお話を賜ります。心して聞いた方が自分のためです。まずは再会を喜ぶとしよう。おお、覚醒を果たしたな。それも特別な力のようだ。これでようやく更生を始められる。今はまだ多くを理解しなくてもいい。目覚めたペルソナの力、お前にはそれを鍛えてもらう。ペルソナとは外の事物と向き合う時に現れ入れて心を鎧う、いわば仮面だ。お前には期待しているのだよ。何、心配しなくていい。時が来れば知ることになる。ところで、異世界ナビは気に入ってもらえたかね。あれを使えば現実とパレスとを行き来できる。お前を俗に仕立てるため私が授けてやったものだ。主からの異世界ナビだ。心して活用しろ、囚人。立派な族になれるようせいぜい精進なさい。異世界ナビを活用するのに一人では心細かろう。お前にとって有益なものにならば、そのものにも異世界ナビをくれてやる。全てはお前がより優れた族に育つため。
時間だ。戻ってせいぜい休憩時間を楽しむがいい。マジかよ。ああ、どうなの？見て、あの子じゃない？赤いリボンの子だろ。多分そうじゃね。おっそ、私だって髪結んでるのに。関係なくね。どうぞ、すぐ降りますから。そう？じゃあ。なんという身のこなし。じゃなくて、すみません、その席はこちらの。あ、大丈夫です、気持ちはわかりますし。すみません、うまくやれなくて。いいのよ、気にしないで。せめて荷物をお持ちします。ありがとうね。重くない？大丈夫です、いつも鍛えてるので。あの、さっきはありがとうございました。自分が席を譲った時、声をかけていただいたので。囚人学園の2年生ですよね。私1年なんです。先ほどお礼を言わなかったので、先輩に失礼はまずいと思いまして。失礼します。授業を始める。答えろ。これだ。正解だ。よう、高巻じゃないか。帰り乗っていくか。近頃事件だなんだで物騒だしな。いえ、今日はバイトで撮影が。夏の特集号で外せなくて。おいおい、モデル業もいいがほどほどにな。体調が悪いと言ってたじゃないか。盲腸の疑いだったかな。忙しくてちゃんと病院に行けてなくて、ご心配かけてすみません。
親友は練習ばかりで寂しいだろう。悪いと思って誘ったんだが。ああそうそう、例の転校生、気をつけた方がいいぞ。前歴のあるやつなんだからな。お前にもしものことがあったら。ありがとうございます。失礼します。よう。昨日の城のことだけどさ、夢だって言い聞かそうとしたけど、やっぱ無理だわ。なかったことにできねえ。鴨志田の野郎と関係あるかもって思ったらよ、あそこが一体何なのかどうしても確かめてんだ。こんな話お前にしか相談できねえしよ、付き合ってくんねえか。マジでそう思うのか。あれは夢なんかじゃねえよ。お、まあ確認たって昨日の朝の道順を歩き直してみるくらいだけどな。どの道、お前駅まで歩きだろ。一緒に行こうぜ。あ、とりあえずもし道でそれっぽい建物に気づいたら教えてくれ。あんなでかい城、本当にあんならすぐ見つかんだろ。てかいつあんなの建ったんだ。こっからお前とあっちの道に歩いてったよな。そう言われると俺も自信ねえな。よし、こっちだ。なんか気づいたことあったら言えよ。あれ？やっぱ学校か。別に変わったとこなかったよな。白っぽいのもねえし。道どっかで間違ったんだな。もう一回やんぞ。大丈夫、次は間違いねえって。行くぞ。マジか。俺らが思ってるより小さいとかなあ。それもやったし、けどそれっぽいのなかったんだよな。ん？携帯？なあ、そういえばお前あん時ナビみたいのつけてたろ。ナビかどうか知らねえけど、携帯からそれっぽい声出てたろ。ほら、ホームに帰還とかそんなの言ってなかった？ちょっと携帯貸せよ。なんだこの目ん玉の。なんだそれ、変なアプリ。あった、これだ。やっぱこれナビだよ。お前の操作履歴ってのもあるし。やべえ、俺天才すぎんだろ。これ使おうぜ。アプリ立ち上げるだけだろ。鴨志田囚人学園変態城ナビを開始します。来た。そしたらどっちから行って。おい、何やってん。え、なんだ。昨日の城だ。またこれちまったな。つうことは昨
昨日のもマジで、うわその格好前もなってたよな。何なんだよその格好。俺だってわかんねえよ。どうなってやがんだ。わけわかんねえ。おい騒いでんじゃねえよお前。シャドウが急にざわつき出してもしやと思って来てみれば、せっかく逃げ延びたのにまた正面から来るとはな。ここどこだよ。学校なのか。そうだよ。城じゃねえか。この城は学校なんだよ。ただしこの城の主にとってのな。城の主？鴨志田だったっけ。あいつが歪んだ心の目で見ている学校だ。歪んだ心？わかるように言え。バカにはわからんか。ああ今のは捕まってる奴隷だろ。マジマジだ。昨日俺たち以外にも捕まってる奴を見た。多分うちの生徒だ。大方上司の鴨志田の命令だろ。珍しいことじゃない。ここじゃ毎日こうだ。まして昨日お前らに逃げられたからな。さぞ荒れてんだろうぜ。の野郎。龍二。ざけんな。鴨志田。そんなんで開くかよ。だが何やら訳ありみたいだな。おい、モナモナ。モルガナだ。この声の連中の男、お前ならわかるか。連れて行けってか。ま、案内してやらんでもない。こいつも一緒に来るならな。決まりだな。マジか。悪い。よし、いいだろう。我が輩についてこい。ここが潜入口だ。ここって確か前に脱出で使った。ああ、通気口だ。正面から入らないのは怪盗の基本だぜ。怪盗？知らねえっての。ま、我が輩がしっかり仕込んでやる。それじゃ行くぞ、ついてこい。その、けど鴨志田の野郎が好き勝手しやがんのどうしても許せねえんだ。ありがとな、付き合ってくれて。おん、相変わらず不気味なとこだぜ。いいか、ちゃんと我が輩の案内通りにするんだぞ。ついてこい。ああ、やっぱり見張りがいるか。こっから先は戦いが避けられそうもない。マジか。原則いつでも不意打ちを狙っていく。可能な限り敵は背中から襲え。パレスの敵は主の歪みに支配されてる。その象徴が仮面。そいつを剥ぎ取るんだ。成功すればどんな敵でも一瞬必ず前後不覚になる。そこを先制攻撃だ。
後ろから不意打ちかまして先制攻撃か。よし、わかった。お前は外で見学だぞ。ペルソナが使えないんだからな。さあ行くぞ。なんで誰もいねえんだよ。前はいただろ。どこ行ったんだよ。声でかいって落ち着け。そうだ、確かあの奥にもいたはず。こりゃ移送されたのかもな。やべえぞ、足音が近づいてくる。かなりの数だ。今見つかると面倒だな。おい、ひとまずその部屋に入れ。やり過ごすんだ。ここならシャドウも来ないだろう。で、なんでわかんだよ。ここだけ歪みが少ない。主の支配が弱い場所ってことだ。これ教室か。これで分かったろ。ここは主の心が映し出したもう一つの現実なのさ。鴨志田の現実？さっぱり分かんねえよ。歪んだ欲望が具現化した世界と言ってもいい。我が輩はパレスって呼んでる。パレス？学校を自分の城と思ってるからこうなってるわけだ。思っただけで城になったってのかよ。ざっけんな。よっぽど鴨志田ってのが嫌いらしいな。嫌いどころじゃねえ。全部あの野郎のせいだ。何があったか知らないが、情で突っ走んのはやめとけよ。そこら中手下だらけだ。その格好気になってんだろ。ああ、俺も気になりまくるわ。そいつもこの世界のせいだ。またわけわかんねえ話。パレスでは何でも主の思い通りに歪む。学校がこんな城になるくらいだからな。防ぐには強い反逆の意志を持つしかない。今の姿はその現れ。お前自身が持つ反逆のイメージだ。なあ、めんどくせえ。つーか、服の前にお前の方が気になるわ。なんなんだお前。人間だ。正真正銘人間様だ。いや、猫だろ、どっちかっつーと。これはその本当の姿をなくしたからだ。多分な。多分かよ。だが元に戻る方法は分かってる。ここへ忍び込んだのも下調べのためだ。まあ捕まっちまったか。それに我が輩だって鴨志田には拷問されたんだ。絶対お礼してやる。漫画かよ。マジイカれてやがんな。行くなら急ぐぜ。新人、お前の力今回も当てにさせてもらうぜ。何、お前ばっかに苦労はさせねえよ。あ、そういや、もしかしてって思って。一応持ってきたんだよ、モデルガン。音しか出ねえけど。おもちゃじゃねえか。でも見た目超リアルだし、脅すくらいには使えんだろ。あと一応傷薬も持ってきた。備えあればってやつだ。どうよ。やっぱり花からこのつもりだったのか。まあいい、なら準備が整ったら潜入を再開するぞ。とはいえ
まだ外は万兵が巡回しているはずだ。万兵をやり過ごす間、ここで状況を整理するとしよう。つけておこう。